わかった。どうしたいんだ。これで全員行かせてやろうぜ。ミッション開始だ。ミッション開始だ。敵の増援か。全員行かせてやろうぜ。遅れは取りません。できれば戦いたくはなかった。ミッション成功だぜ。敵の増援か。ミッション開始だ。敵の増援か。戦いたくはないけど、邪魔するなら仕方ないわ。悪かったぜ。これも平和な未来だ。ミッション成功だぜ。満たされた気分だぜ。敵の増援か。ミッション開始だ。敵の増援か。満たされた気分だぜ。戦いたくはないけど、邪魔するなら仕方ないわ。シーダ王女、背中は任せた。はい、一緒に頑張りましょう。私たちは誰にも止められません。敵に回したくないものだ。大丈夫ですか？無理は禁物ですよ。よし、敵に目に物見せてやろう。敵の増援か。ヒノカの武勇、しかと見るがいい。敵の増援か。敵の増援か。満たされた気分だぜ。さすがのご活躍ですね。羽のない奴に鍛え方が足りん。敵の増援か。遅い。強い。
ば受けてみろ。敵の憎悪に満たされた気分だぜ。あなたがいるだけで勝てる、そう思わせてくれるかけがえのない存在です。今日の私は誰にも負ける気がしない。私の勝ちだな。満たされた気分だぜ。さすがのご活躍ですね。敵の増援か。戦いたくはないけど、邪魔するなら仕方ないわ。何としても止めてみせます。強い。これが戦なのです。許してください。敵の増援か。遅れは取りません。交代してください。満たされた気分だぜ。本当に見事な武勇だな。お前は敵に回したくないものだ。そんな、私にできることをしただけです。敵の増援か。ミッション成功だぜ。今はこの勝利をかみしめましょう。これはみんなの力のおかげ。私だけのものじゃないわ。また一つお前のことを知ることができたな。あなたと信じ合えてよかったです。シーダ王女、相変わらず熱心にペガサスの世話をしているな。そういうヒノカさんだっていつも天馬を可愛がってるでしょ。私にとっては大事な相棒だからな。ところで聞きたいことがあるんだが、ペガサスは女性しか乗せないと聞いたのだが本当なのか？確かに清らかな心を持つ乙女にしか心を許さないとされていますね。なるほど、やはり白夜の天馬とは似て非なる繊細な聖獣なのだな。天馬は繊細ではないんですか？少なくとも乗り手は選ばんぞ。天馬武者を志す男も少なくない。私は天馬のいる白夜に生まれて幸いだったのかもしれないな。私がもしタリスに生まれていたらペガサスになど乗れなかっただろうから。なぜ？ヒノカさんならきっと素晴らしいペガサスナイトになれるのに。いや、私はそのシーダ王女のように清らかな乙女という感じではないだろう。ペガサスも
私のようなものには懐いてくれないと思うんだ。なんだ、それは杞憂に過ぎないと思いますよ。ねえ、ひのかさん、この子を見て。ん？シーダ王女のペガサスか？ええ、この子、ひのかさんのこと嫌がっていないでしょ。近寄っても警戒しないし、きっと喜んで乗せてくれるはず。この子はあなたがペガサスの乗り手にふさわしい女性だと感じているんです。え、そうなのだろうか。私もあなたは清らかでしなやかで、とても素敵な女性だと思いますよ。戦場を駆ける凛々しくて美しい姿には私も見とれてしまうもの。いや、面と向かってそう言われると恥ずかしいというか照れるというか。あら、どうして？思ったことを正直に言っただけなのに。参ったな。シーダ王女にそう言われるとそうなのかもしれないと思ってしまう。シーダ王女の言葉には不思議な力がある。ぜひ教えを請いたいところだ。伝えたいことを素直に伝えれば必ず分かってもらえる、それだけですよ。こともなげに言ってくれるのだな。ならば実践あるのみか。ええ、まっすぐで美しい心を持ったあなたならすぐにできますよ。またそういう照れくさいことを。美しい心なんて、シーダ王女のような人のための言葉じゃないか。あなたにそう言われると私だってそうなのかもと思ってしまいますよ。それは事実だからいいんだ。では美しい心を持つ乙女同士、これからも仲良く頑張りましょうね。そうだな、これからもよろしく頼むよ。